ありがとうございます。今めっちゃ前髪が長いので、ね、レイポンも配信してるよね。ちょっと見てた。あれどこなんやろ、どこなんやろみたいな。あの壁かわいいけど、お家なんかな、劇場かな。田植えのこと勉強 一緒に田植えします 田植えお疲れ様。今日の髪とかありがとう。ヤスさん、魔法のランプありがとうございます。ビビビビさん、姫ありがとう。編み込みじゃない、さっきまで編み込みしてたんだけど、結局編み込みやめました で、チビクリップつけました。かわいいよね、このチビクリップ。3つで300円だったんですよ。あ、私も試した。そうなんだ、意外。そう、田植え楽しいです。手でですかね、楽しいです。そう、田植えしました。そう、お買い得。そう、カツサンドさん、ハートありがとう。コバトンさん、姫ありがとうございます。あ、ショートケーキの日なんだ。私はいちごのショートケーキかフルーツタルトが好きです。あとチョコケーキ、チビクリップ。お話し会ありがとうございました。楽しかったです。とってもほんと幸せな、はい、2日間。もう来週で終わりなんですよ、ナンバー13。めっちゃ悲しいです。のばくん そんな全然本格的じゃないです、私 おばあちゃん家でね、やってたってだけで、やってるってだけで。そう、おばあちゃん家の畑で、多分。稲刈りもミスり 綺麗、ありがとうございます。腰、そうそう、結構腰痛めますよね。昔でも田んぼの中歩こうとして、ズボーってはまったことあります。昔ね、昔。ちっちゃい頃。お、ドラクエさん始めた。そうなんですね。じゃあ、わからないことあれば聞いてください。結構詳しい方も多いですし、ファンの方。あ、22日なんや、毎月。毎月なんや。なんでや？にゃんにゃんとかじゃなくて 初めましてできて。いやー、楽しかったです。27日の公演がね、モバイル会員の方は明日の3時までで、一般枠とか受精枠とかの方は、あさってまでなってますので、お待ちしてます。27日はね、初日から2ヶ月のね、大切な日の公演なので、ぜひお待ちしてます。そう、初日からちょうど2ヶ月なんですよ。そう、大切な日なのでお待ちしてます。初日から2ヶ月だからめちゃくちゃ気合い入れて、本当はもう学校帰り毎日通って練習したいぐらいなんですけども、テストがね、かぶってて、あんまりこう思うように練習たくさんできないですが、でもね、気合は抜群なので、ぜひ待ってます。あ、なるほど。いちご？あ、そうなんや。はい、ほんまに田植えした。そうそう、ほんまかなと思ってる方いるかなとか思って動画あげました。そう、田植え楽しかったです。ほんまにめっちゃ空気が綺麗で、久しぶりっていうか、まあ年末ぶりに行ったんですけど、そう、 NNB になったよって言いに行った以来だったんですけど、めっちゃ空気綺麗で、なんかもう呼吸も多くなってみたいな。めっちゃ綺麗でした、空気。もうピュー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 みたいな。ほんまに山の中ででしてね、実は電柱もないぐらい山の中で、そう、もう山山山って感じで、そう、久しぶりに会えたし、久しぶりに田植えして 楽しかったです。ブヒヤマブヒヨさん、水色だるまありがとうございます。ありがとう。スケーモンさん、バラありがとうございます。田植え系アイドル ヨシミを探せ、ヨシミを探せ、わかりましたか？あれめっちゃお気に入り。ヨシミが育ったこと、いや、いつかやってみたいね。ちょっと衛生面気にする方いらっしゃるかわかんないけど。あ、なるほど。そういうことが、1週間前だから。なるほどね。ああ。ああ。ポリポリ。ナングラ感動した。うわー、そう、なんか優しいってコメント多くて嬉しかったです。そう、ナングラ、私はですね、31日、物入りな5月も終わって、お宅の皆さん、お宅のってか、あの大人のみな、大人のね、全世界の大人の皆さんのお休みの日
を9月31日なのでね、5月31日は皆さん休日、推し活休日にしてください。髪型かわいい、嬉しい。コメント送って、もうちょっと綺麗に可愛く三つ編みほぐしてなかったんだけど、三つ編みほぐすのめっちゃ苦手で、だからいい感じにつけました。これめっちゃ可愛いんですよ、このキラキラちびっくり。めっちゃキラキラしててめっちゃ可愛いんだよね。アクセサリーが大好きなもんで、実はっていうか話したことあるけど めっちゃ可愛いよこれ。難波で買いました。難波の雑貨屋さんで買いました。難波のアクセサリー屋さん。田んぼでなぎいち コメントあった、手慣れてました。めっちゃ久しぶりで結構緊張したし、なんか一人でさ、なんか みたいな笑ってて恥ずかしかった あれ、おばあちゃんと目が合ってたんです。おばあちゃんと笑い合ってたんですけど、おじいちゃんとね、ママと。なのになんかそれがあれ映ってないから、なんか一人で みたいな言ってる人みたいだった しょうちゃんさん、姫ありがとうございます。姫ありがとう。ピースケさん、ハートありがとうございます。バースデーなんだ。それは絶対に当てたいやつ、当たりますように祈ってます。そう、早いですね。ケーキ買いました、って。嬉しい ありがとうございます。私も食べたい 食べれないけど食べたいな。2ヶ月記念ケーキ、そう、公演デビュー2ヶ月。早いですね、あっという間。2ヶ月で、今度ね7回目の公演になります。ありがとうございます。しかもね、今月の公演が7回、世代交代前夜公演が確か7回あって、確か今月4月7回、あ、5月か、今5月で7回中の4回ね出てるんですよ。嬉しいです、ありがとうございます。半分以上は出れてて嬉しいです。昼夜公演もあるけど半分以上は出れててね、嬉しいです、ありがとうございます。皆さんのおかげなので、本当に私どうこうじゃなくて、ありがとうございます。な、聞いときます。青いボーイさん、尊い、ありがとう。そう、ちょっと不毛までに絶対に直さないとやばいんでね。でももう治りかけなので、ありがとうございます。膝ね、結構キズファーサットっていう絆創膏が結構ブクブクしてくるやつなので、あれなんですけれども、不毛とね、つぼみたちのしゃがんでこうやってやるところまでにがあるから、それまでに絶対直さないとって思って、スピーディー すっごいのんたらしてたんですけど、いつもあんな感じですけど 難しかったですか？ T シャツの企画。結構ヒント、私、魚と青って結構出してたんですけど。ああ、そうか。でもね、たくさんツイッターで応援コメントしてくださってる方いて嬉しかったです。ありがとうございます。あれ、私ももらえるのかわからないけど、多分お揃いだし、セーターティーまだ先だから、ちょっとなんかプチセーターティー風でいいですよね。こんばんよしみん。そうね、お話し会の後に、そうだよね。初世代交代なんだ。めっちゃ嬉しい、それは。待ってます。当たりますように。シャンシャーン 27日お待ちしてます。ドキドキだ。田植えコール ビビビビさん、かわいい、ありがとうございます。ドロパックはめっちゃ自然だ。めっちゃ自然。そう、田んぼ青々してきれいです。そうそう。そう、カエルいました、カエル。いた、ドロドロ系のカエルが。カエルやーみたいな。お、27いく、当たりますように。こっそり、ありがとうございます。上西礼さんだ。西馬。そうなんや、ありがとうございます。こっそりじゃなくて、たくさんコメント待ってます。遅刻した、ありがとうございます。探すまで。1時間 それは逆に心配 ユシミンダッシュ アグリカンちゃん
え、マツイネーズ初めて言っていただいた。最近有給は劇場行くために使ってる そうなんや。あ、平日とか、あ、土日もか。そうなんや。それはそれは。ありがとうございます。貴重な有給を劇場に使ってくださって。あさやんさん、ハートありがとうございます。ありがとう。あ、かわいいよ、だって。やったー。似合ってる。あ、めっちゃかわいい。あ、やったー。ありがとうございます。何百までです。300円です。ブランコ乗れる。文化じゃない。ブランコは得意なんですよ、私。いや、ブランコ得意ってなんやねんかもしれないんですけど、ブランコ得意なんですよね。好きなんですよ。ちっちゃい頃めっちゃ近所に公園があって、一人でブランコよく乗ってました 一人で 当たるはず。あ、そうなんですね。あれですか、なんか権利とかですか。おー、じゃあユシミンコールぜひよろしくお願いします。エブリンで お27待ってます。え、右から見てからよしみん気になる。え、嬉しい。もう気になる、押しちゃいましょう。それは、押しちゃいましょう。せ なちゃん、かわいい。ありがとうございます。笑ってたよね。そう。拡大したら、なんかめっちゃ満面の笑みだったんですよね。コウさん、ハート、ありがとうございます。そうですね。土曜多いですね。思った、私も、もう毎週土曜になってる。ライクンさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。あ、7回中5回。うわー、それは嬉しい。ありがとうございます。認知に出てくれるの嬉しいですか。わあ、よかった。なかなかね、結構皆さん人によってお仕事も違うかもしれないんですけども、ありがとうございます。コウさん、ハートありがとうございます。お、まだ2回。おー、待ってます、それは。そうね、ダンモだ。ダンモだ。あれ結構痛いんですよね。し、腹筋使うんですよね。こう、ゆっくり下ろすために、めちゃ。お、応援ツイート申し込みありがとうございます。の、T シャツで、わあ。これですか？これ私も好き。よく若田の後ろにね、背後霊みたいな感じで私が写ってるんですよ、DMM。ああ、腰大丈夫ですか？お気をつけてください。腰。27も入りたい。わ、待ってます。当たる。お、追加で、ありがとうございます。毎日着れちゃう。そう、水色です。タッチューさん、姫、ありがとうございます。ブランコね、あれ面白かった、シュールで。友和さん、ハートありがとうございます。よしみんがそうっていうのかわいい。そう。救急車よしみん、わ、めっちゃ嬉しい。よしみん推しだって。ありがとう。いやー、待ってます。27日、当たりますように。もうそれは当たる。コウさん、ハート。友和さん、ハートありがとうございます。お話し会、そうなんですね。ありがとうございます。楽しみ。お、6月からよしみのモバイル撮り始める。わあ、ありがとうございます。そう、モバイルメールというものがありまして、なかなか話してなかったんですけど、私からね、プライベートのメールがね、届くやつがありまして、アプリと、あと普通の本当のメールでね、届くやつと、あと、モバイルメールはお誕生日にね、特別なお誕生日メールも届きますので、ぜひ、モバメンはチェックしていてください。お手軽価格なのでね。おはよう、モバメンとね、ミンミンのピュアレターって言います。返信もめっちゃ嬉しいので、ありがとうございます。あ、権利で、そうなんですね。それは、それは。アセアンさん、オレンジと青のペンライト、ありがとうございます。コウさん、ハート、ありがとうございます。あ、ゆきのさん。ふふふ、とか言って。ゆきのさん。そう、ゆきのさん。
と毎週会って毎週可愛いですって言ってます可愛いです毎週。雪乃さんの踊りも好きでリハーサル中もめっちゃ見ちゃって、私あの雪乃さんのここにだって天使がいるの輝きながら登ってかな、どこだろう、なんか混乱する振り付けがあるんですけど、こうやってねこうやってするやつ、それがめっちゃ好きなんですよ。そこの瞬間も1秒なんですけど、それがめっちゃ好きなんですよ。もうはぁーみたいなあなんか来たそれがめっちゃ好きなんですよね。何の歌詞だったか分かんないんですけどあと今更道頓堀の結ばれたら地獄のなんかこんなんやって頭回すとこも好きです。なんかめっちゃ好きですあそこお28日おーありがとうございます、嬉しいかな、わかんないけどね、土曜多めですね。あ頑張って声します、いやー声全然小さくても大きくてもめっちゃ全部聞こえるのでめっちゃ嬉しいです。ぜひヨシミンコールとヨシミンうちわとヨシミンペンライトは青とオレンジです、ぜひよろしくお願いします。コバトンさんハート、デコデコさん魔法のランプありがとうございますまあ T シャツ着ていきますだって、わあわあそう私の田植えツイートがめっちゃ伸びててすっごく嬉しいです。サチサチでねサチサチです、ありがとうございます。あ若たんのよしみんの、はいこれトリップ膝の怪我大丈夫です、ありがとうございます、大丈夫です。わ面接あれですか、就活、頑張れ頑張れ、自分を信じて You can fly 頑張ってね面接面接、私 NNB の面接以来やってないや、ああ NNB の面接の時めっちゃ緊張した思い出、あ吸気性密着の YouTube にその私の初々しい頃のオーディションの動画もあるのでぜひ見てみてくださいカキさんハートありがとうございます、カキかクリかわからんけどありがとうございます。あそうカメラ目線頑張ります、まだね未だ成功したことないので、いやコメントだけでもめっちゃ嬉しいので、もう来てくださるだけでめっちゃ嬉しいのでありがとうございます。じゃあ歌いますねえ、明日ぐらい、明日からね朝配信になっちゃうので夜配信がテスト終わるかなぐらいまで当分できないかもしれないんですけど、すいません朝待ってます。そうちょっと朝配信メインになっちゃうかも基本的に。あなんか曲増えてるお気に入り、ママが追加してくれたのかな、お気に入りにハイテンションとか入ってグリーンフラッシュとか入ってる今日は、はい、あやったそう周りね、でも休憩生結構バンバンみんな送ってますよね。私あ確かにいっぱい送った方がなんかメールっぽくていいなと思って、私もいっぱい送ってます、おはようみたいな、ただいまみたいな嬉しい、見てくださってありがとうございます。もうねカニカマレターじゃないです、カニカマ好きだけどそう写真もね頑張ってます。そう300円だって300円、ぜひ。なんか踊ってる、
とかのように謙虚に、あ、断食したいと思います。わー、あっという間すぎる。またまたいろいろちょっと話したいことたくさんあったのですが、また明日6時半からしますので、ぜひ待ってます。で、まだフォローしない方、ぜひフォローよろしくお願いします。めっちゃタンポポの決心でさ、なんかいい雰囲気だったのに。ホタルの光みたいな。起きられるように祈ってます。待ってます。主題交代前夜公演ラストの曲でした。ぜひお待ちしてます。メール取った、わあ。じゃあ今日ちょっと話したかったことをたくさんメールに書こうと思います。はい、それでは壇上見したいと思います。今日も来てくださってありがとうございました。一日お疲れ様でした。13位水族館さん、ありがとうございます。12位コバトンさん、ありがとうございます。11位カツサンドさん、ありがとうございます。11位デコデコさん、ありがとうございます。10位デコ、11位カツサンドさん、ありがとうございます。すいません。10位デコデコさん、ありがとうございます。9位大くんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位カキさん、クリさん、ありがとうございます。7位ミョンさん、ありがとうございます。6位ブヒヤマブヒヨさん、ありがとうございます。5位タッチューさん、ありがとうございます。4位しんのすきさん、ありがとうございます。3位はドゥ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 ン、ビビビビさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそして2位はドゥ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 ン、トムカズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥ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 ン、しょうちゃんさんでした。イエーイ、あ、イエーイとか言っちゃった。イエーイ、公演の癖が。ありがとうございました。え、フルコースとコメントで、嬉しいです。ありがとうございます。たくさんイベントじゃないけどたくさん星投げてくださって、来てくださってありがとうございました。1231人の皆さん、ありがとうございます。まだフォローしない方、ぜひフォローよろしくお願いします。もうすぐで2900人突破、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今日明日の配信は6時半から、一緒にね早起きしましょう。お待ちしてます。ちょっと間違えた。何？ちょっと間違えたんやけど。全身麻酔、そうなんですね。わー、頑張ってください。